はい、それではインテグラタイプ R 試乗インプレッションいってみたいと思います。フォードはタイプ R の DB8 ですね。このね、フォードのタイプ R っていうだけでも結構こうレアなんですけれども、98モデルというので、まあその中でもね、ほんと最終の方のモデルなので、かなりね、希少な1台ですね。で、走行距離はですね、15万6000キロをちょっと超えてきたかなっていうところですかね。すごい乗りやすい。クラッチのつながりもいいですし、シフトもすこすこ入りますね。乗り心地もいいですね。足は純正なんですけども、なんかこうきしみ音がしてるとかも特にないですし、すごいスムーズに加速してきますね。ブレーキのタッチも問題なしと。で、今エアコンつけてますけど、涼しい風もね、出てきてますね。まあ、今ちょっとバッとこう乗ったぐらいですけど、特段何の違和感もないですね。駆動系とかも非常につながりスムーズですし、まだミッションオイルなんかもね、温まってないと思うんですけども、すこすこと入ります。たまにね、こうやっぱこうガリっていうのとかもなかなか入らないみたいな車もね、出てきてますからね。まあ、この車なんかはね、仕様的にも本当こう街乗りを普通に乗ってたんじゃないのかなっていう仕様なので、まあハードな使われ方もしてなかったんだろうなっていう感じはしますね。ちょっと踏んでみましょう。いいですね。加速も申し分ない感じ。まあ絶対的なね、スピードはそんなに速いわけじゃないですけども、気持ちよくね、エンジンの方も回ってきますね。まあ15万6000キロ走ってきてますけど、なんかこうすごいパワー感が衰えてきてるとかっていう感じは特にしないですかね。まあそうは言ってもね、もう20年近く経つ車でこれだけの距離走ってるので、まあこれからのね、メンテナンスっていうところはしっかりとやっていかないといけないですね。純正にか、純正のね、性能の状態に戻していくっていうだけでもね、十分こう、なんだろう、チューニングじゃないんですけども、こうパワー的にはね、上がってきますし、動力性能的にも上がってきますよね。うん、いいですね。どのギアも特に問題なく乗れるなという感じですね。はい、以上インテグラの試乗インプレッションでした。